まつげ取れそう。恥ずかしいねこれ。本当はね今日新宿のあのアルテビジョンってあるじゃん。あそこで、本当はあのムービーを流す予定だったんですけど、で外であの広場でおめでとうみたいなねやろうしたんだけど、今日ニュース見たらその今年一番寒い。死んじゃったね。危なかったね。やめて。みたいな言うわけですよ。やんないよ。絶対誕生日にはやらないからなって俺はもう言って、その人も喧嘩ですよ。どちらかですよ。そういえば花といえば昔に元彼からサプライズで花をもらったことがあって、元彼が花をサプライズでもらった話をここにするわけですよ、淡々と。ここに呼んでる皆さんは多分呼ぶことになると思うので、その時はまた加速をお願いいたします。今日は寒い中、本当にありがとうございました。おめでとう。
終わりなんで、新井さんには本当にいろいろ新井さんありがとうございました。南市でお願いします。